高木作の7月29日から2003年2月14日は、日本の陸軍軍人、航空自衛官。最終階級は、陸軍で、中佐、航空自衛隊では空将。陸軍中将、久能誠一は、岐阜、陸軍少将、小藤恵は、義理のおじにあたる。1912年7月29日、愛知県で、農家公木作薫の次男として生まれる。 翌日には、明治天皇が崩御している。愛知県明林中学校を経て、1929年4月に陸軍士官学校予科、1931年に陸軍士官学校本科に入校、1933年7月に卒業する。卒業序列は、後続後続を除いて10番、335名。同年10月、人気兵将位。 愛知県と橋ハシ市に永住する、第3師団騎兵第4旅団の騎兵、第25連隊府となる。著名な同期生には、ニューギニア方面で戦った第18軍参謀、田中金五郎中佐、大本営陸軍参謀、航空、田中浩治中佐、旧都佐藩主にあたる東京湾兵団参謀、山内豊明中佐、終戦時の、 宮城事件に関与した、陸軍省軍務局軍事会員、伊賀正隆中佐、陸軍省軍務局軍務会員、椎崎次郎中佐、太平洋戦争開戦時に、第25軍参謀として、マレー作戦に参加した、大本営陸軍参謀、満州方面、浅枝重治春中佐などがいる。1935年10月、人気兵中尉。 同年の秋頃から1936年7月までの期間、陸軍騎兵学校に、おつし学生として、同期生の島抜重茂田、上吉原福次、西川正角坂義雄、小林文雄、長坂日野駅と共に学んでいる。この時、高木が、商委任官した時の全騎兵、第25連隊長、三妻義駅兵大佐や、後に義父となる。 国王聖一少将も、騎兵学校に在籍していた。p 二百八十七千九百三十八年三月、任期兵隊。員。六月に、陸軍大学校に入学し、在学中に陛下を、騎兵家から航空兵家に転化している。九百三十九年十一月、任航空兵隊。員。九百四十年六月に、陸大五十三期を一番四十九名で、 卒業している。卒業式における、午前講義のえに良くした。講義のテーマは、陶水の責任におさむて。陸大の同期生には、陸士41期から47期までが在籍し、終戦時に自決した、大本営陸軍参謀春家誠少佐、伊田、椎崎と共に、宮城事件を起こした、畑中賢治少佐らがいた。陸大卒業後に飛行戦隊に配属。 その後、陸大に特設された航空学生になる。学生は、道園勝字少佐、松田正夫少佐、高木作の大員の3名で、三好康幸大佐の投函のもとみなかった作戦の想定で航空部隊の運用に関する兵器演習をしている。1941年7月に参謀本部第一部、第二課幕僚府となり太平洋戦争海戦を迎えている。 同年10月、任意調査。参謀総長杉山本大将の南方占領地域視察に随行する高木作の調査。高木氏の先輩参謀にあたる瀬島隆三中佐が、戦後の極東国際軍事裁判において、作戦家において私は、昭和15年1月より、昭和16年12月まで一般書無事行を行い、その中には秘密書類の保管。 保管期間の過ぎた書類の焼却を含んでおります。と、改選前は単なる参謀本部の部府商工だったと証言したことについて、高木氏は次のように否定している。瀬島さんが部府商工だったなんて嘘だね。私が改選半年前に第一部の作戦会議した時、瀬島さんはもう大祖作戦の参謀として大活躍していた。それに、 昭和16年後半の書類保管は、最若手の私の仕事だったんだから開戦直後の1942年3月に、高木少佐は、参謀総長杉山本大将の南方占領地域視察に随行している。その後は、第5飛行集団、第6飛行師団、第4航空軍、第42陸軍部、第1航空軍というように前線と中央を経験している。 1945年6月には、45期1、選抜の一人として中佐への最後の新級者となった。日記者が、高木氏の元部下だった方を通して聞いた話では、高木氏が、戦争末期、陸軍省人事局の同期生から同期中の序列は5番だと、聞いたという。戦後は、航空自衛隊に二等空佐で入隊。航空集団司令部装備部長、第二補給所長。 統合幕僚会議事務局第5幕僚室長、航空幕僚幹部防衛部長、十課教育本部長、補給統制所長を務め、1969年1月に退官。2003年2月14日、武蔵野赤十字病院にて成居。ありがとうございます。